の抽選いいですか。はい、じゃあどうぞ。今から3位の 3DS の抽選出ました。ドキドキ 3DS 会長のこの右腕に一個しかない、はい、選ばれました。ちょっと待って、名前と住所言わずに電話して、その人にちょっとドキ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 、ちょっとさあ、マギーが出ます。当たりましたね。はい、もまだ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 電話が繋がらないと、あの、向こうになります。向こうになります。向こうになります。電話番号言っちゃダメですよ。はい、黙ってかけてね。はい、繋がるかな、どうかな、繋がるかな。何を取るの。ないよ、そんな。なんでやの。いいの。はい、どうぞ。どうかな、ドキドキです。出てください、出てください、出てください、電話してくださいね。電話出てください。出るかな、出るかな、出てください。出て、出ない、お、出ない。5、4、3、2、1、残念。よっしゃ、会長もう一件。はい、はい、会長もう一件。はい、厳選なる抽選です、はい、本当に厳選なる抽選です。よくおりの。さあ、はい、この方、はい、いきます。これちょっとダメ。はい、もうこれダメですね。はい、はい、じゃあマギー、はい、ドキドキの。遠い人やね。遠い、しないですか。はい、ああ、大丈夫でしょう。でも大丈夫でしょう。間違いないように電話。はい、はい、出てください。さあ出るか、ドキドキ、出てほしい、ドキドキする。出てください。任天堂 3DS 1本、残り1本でした。さあ電話出るか。あ、えひら様の携帯でしょうか。あ、お宅でしょうか。すいません、あの、甲子園欅散歩道のガラガラ抽選会なんですけど、3等の 3DS 当たりました。任天堂おめでとうございます。おめでとうございます。あの、ケーキハウスベルンさん分かりますか。ベルンさん、ケーキ屋さん、旧国道にある。はい、そこに用意しておきますので。はいはいはい、じゃあそれ取りに来てくださいね。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。はい、まあまあ1週間ぐらい置いてきますか。はい、じゃあ続きまして会長、はい、お願いします。2等賞、2等賞も、2等賞はダイソンです。ダイソンの掃除機、やっちゃ、会長のまた右腕にかかってます。あの、2等賞、会長抜かない、まだ抜かないで。会長抜く手は右ですか左ですか。右でいきます。じゃあ右手、会長の右手で抜く。2等賞ダイソンの掃除機は誰に当たるのか。北さん、はいはい、電話担当してもらっていいですか。私ですか。はい、テオさん、いや、私、はい、どうぞ。私、こんなん苦手や。会場、じゃじゃん、抜きました。はい、はい、どうぞ。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、じゃあ、北さんから一度お電話ください。ダイソンの二等賞、ね、はい、ちょっと待ってくださいね。ダイソンの掃除機、はい、あれ、結構高いですよ。誰誰、ヒーさん、お願いしますよ。はい、かけます、かけてください。079、あ、言わないで、電話番号言わないで。ここまでできた。はい、はい、2等ダイソンの掃除機、誰に当たるのか。432、あ、言っちゃダメです。はい、電話番号言わないでね。はい、あ、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、あれ、どうす、ちょっと、はい、あ、ちょっと待って、あれ、お疲れ様。オッケーです。はい、どうぞ。出てください、出てください、はい、ダイソンです。ダイソンの掃除機、掃除機。さあ、誰に当たってるんでしょうね。はい、スタンバイ OK ですか、北さん。はい、カランカランのスタンバイ OK。 はい、カランカランのスタンバイ OK。 安福様のお宅でしょうか。はい、あ、甲子園欅散歩道の抽選なんですけど、ガラポン抽選会来られましたよね。はい、なんとなんと、ダイソンクリーナー当たりました。イエーイ、おめでとうございます。はい、あと、今すぐはちょっと無理だと思うんですが、ケーキハウスベルンさん分かります。ベルンさんね、はい、そこに取りに来てください。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、何時でも大丈夫ですが、一応9時まで、9時まで空いてます。今日でもいいし、明日でも大丈夫ですよ。
じゃあ、あの初手続きは、はい、じゃあ今日いらしてください。おめでとうございます。さあ、とうとうやってまいりました、会長。一等賞、沖縄です。会長の耳でかかってます。はい、会長。さあ、一等賞、沖縄旅行、ペア、ペアですよね、北さん。ペアです。ペアの旅行、はい、来ました。一等賞。さあ、ドキドキする。さあ、一等賞は誰の手に。これの手にやる。ちょっと待ってね、緊張するわ。はい、手、携帯間違うようにね、マギ。間違いに、ね、はい、ちょっと薄暗くなってますからね。言っちゃダメ、言っちゃダメよ、言っちゃダメよ。はい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 、はい、ちょっと引きます、ちょっと引きます、はい、ちょっと引きます。はいね、こういう時には電話番号を書く時には分かりやすく書いてくださいね。こう読みづらい字で書き間違えちゃうと、これまたせっかく沖縄旅行が当たってるのに届かないと、残念な結果になってしまいますから。さあ、電話かかりました。かかりますかね。さあ、この電話が着信されるかどうか。今コールはしてるはず。コールしてるよね、マギー。はい、コールしてる、コールしてます。出てください。もしもし、井上様のお宅でしょうか。お、あの、甲子園欅散歩道のものですが、甲子園欅散歩道なんですけど、あ、今日ガラガラ抽選会来られましたか。お名前、はい、来られましたね。はい、なんと一等賞が、一等の沖縄旅行当たりました。当たりました。イエーイ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、さあ、北さん、はい、会長、鎌田先生、はい、湯浅様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。こっち前に来てください。ありがとうございます。はい、今も後ろで一等沖縄旅行当たった方の、はい、はい、連絡事項します。鎌田先生、どうでした今日一日。いやー、あの、たくさんの人に来ていただいて、とてもいいね、会になって嬉しかったです。ああ、そうですよね、はい、実際あの一等賞当たった方なんかもうびっくりでしょうね。ああ、そうですね。ね、多分残念賞で帰ってがっくりして帰ったけど、家帰って電話あって沖縄、はい、すごいですよね。まあ、これをきっかけにいろいろね、甲子園の魅力を知ってもらえたらなと思います。皆さんはこれからもね、このまま町のお店利用していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、はい、イエーイ。じゃあ次、皆さんどうでした一日。はい、無事に終わって感動しました。初めてのことなので。お疲れ様でした。はい、喜んでいただけたかなと思って、はい、嬉しいです。また頑張ります。また頑張ります。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後に会長、一言お願いします。はい、今日は大変ご苦労様でした。役員関係者の皆さんで無事終わることができました。本当にありがとうございました。はい、はい、じゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。そして当選された方、おめでとうございます。あ、ちょうど取りに来ます。おめでとうございます。はい、はい、甲子園欅散歩道、素敵な素敵なお店がたくさんあります。どうぞ皆さん、甲子園球場にお越しの際には、またこの近くに住んでいる方はどうぞこの甲子園欅散歩道のさまざまなお店でさまざまな商品を買って楽しんで生活してもらったらと思います。どうもありがとうございました。